こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。ボサノバ、第2回になります。ボサノバはですね、この間も、スルドのお話をしました。スルドはバサラを強調するんですかっていうお話があったんですが、そういうことではなくてですね、この間やったスルドのパターン、この感覚、この閉じてオープン、閉じてオープンみたいな、このオープンのとこってリズムがちょうどぴったりよりは少し溜めるんですよ。ダーダーダーぐらいの感じ、ちょっと溜める感じね。ベースのラインをプレゼントしたので、今回もベースライン載せときますけど、今回はベースライン と、このリムショットのいろんなパターンですね、これの PDF もダウンロードできるやつを詳細から言っていただくと、アンケートのフォームに行ってそこに行くようになってますので、またそれで練習していただければと思いますが、でそのベースラインがこう2拍4拍こう溜める感じ、だからスネアを溜めるじゃないですか。バスラは同じ位置にいるけど、こうインツなのでタッドーンタッドーンってなる感じ、そういう感じが出るとボサノバっぽくなりますよというお話をした。でハイハットは大きいと言われたって方もいらっしゃるんですけど、まあそうですね、ちょっとちっちゃめに踏むかもしれない。バスラ踏む音量こうやって踏むと結構音がトゥーマッチになりがちなので、僕はボサノバをやるときは結構こうシーソングですね。で大事なのはこの時にニュルって踏まずに、ちゃんと踏む瞬間にスピードで踏むっていうことですね。スピードがなくなるととてもだらしなくなるので、なのでこうかかとつま先かかとつま先、このシーソー運動と言われるこのタイプのハイハットの踏み方をやっていただけると、この、前回やったスルドのフィールの上でこう左手をどういう風にすればいいですかという質問も結構多かったので、今回 PDF を、私の PDF をこの作成したやつですね、これ ABCDE、ダウンロードしてもらうとあると思うんですが、A は、A だけやると、これハイハットも表記してあるのでライドで叩いてもらってもいいですか。ハイハットキープするのが苦手な方はハイハットなくても3番するとなりますから、だから正直こうこれでこれでも十分ボサのフィールが出てますから、バスドラが表だけでいいし、ハイハットの2音もなくていいです。基本的にはこれでも出る。で、まあ、一応サンバキックと言われてってなると、サンバキックの裏の音ってこのこれの装飾音符なので、こう全部大きいんじゃなくて表の方が少し大きいみたいなフィールの方がボサノバにはまりやすいです。でこれで A を叩くと、これ普通の8ビートですよね。だからここはすぐいけると思います。B になると1個手前に、リムショットをずらします。これですね、 A と B を交互にやればこの1番ができるようになってるので、というふうになってます。次、C ですね。 C は表ばっかり、この C と B を組み合わせると2番になります。こんな感じで左手のバリエーションを増やしてください。2-3 の、リムショットをこう固定しなきゃいけないと思ってらっしゃった方がいらっしゃるみたいですけど、このように全然というふうにやってもらってもいいし、自由に左手は歌って全然構わないんですよ。で逆に言うと、メロディーが 3-2 で来ている時に 2-3 叩いた方が、これ対旋律なんで、音が違ったメロディーの方が音が分厚くなりやすいですから、揃えることもあるけどひっくり返すこともあったりするんで、それは自分が気持ちよいと思えば何を叩いてもらってもいいです。だから逆に言えば、この本当にこの1番のパターン、これだけでずっと1曲通しちゃっても全然平気なんですね。
なのであんまり難しく考えずにやっていただければいいかなと思います。左手に関してはね、バリエーションをつけようと思うと本当はスルードのパターンを変えるんですけど、それはちょっと随分先のお話になります。で、3番は、D のリズムがバスラと同じ動きをします。これを覚えてもらって、これと B、これと A を出すと、最後に E ですね。E は裏です。ちょっと難しいんで、この辺はできなくても全然大丈夫です。この E と、A を組み合わせると、この 1,2,3,4 あたりをこうランダムにやってもらうと、結構ボサノバっぽくなると思うんですね。で、5番なんですが、5番は、先ほどできた3番と1番を組み合わせると、質問者の方にもありました 3-2 のパターン。というふうにできます。6番は実際のこのアゴゴのパターンに近いんですが、表と裏を行ったり来たりです。というふうにできますね。これでリズムパターンはいろいろできると思います。この辺のリズムパターンをいろいろランダムにできるようにしておくと、こうまあボサノバやっててもいろいろトライができるんですが、色はあんまり変わらないんですね。だから色を変えようと思って、例えば A メロディーと B メロディーを分けようと思うと、例えば5番と6番だと、まあ、イパネマなんかだったら、タッタタララタッタタタ、これそもそもアゴゴの6番のリズムに近いので。細かい感じにしておいて、サビに行くと、こう大きい感じの 3-2 のリズムパターンに変えてもらったりすると、これ 2-3 でも出る。楽しいですね、ボサノバね。こういう風に 2-3 でも 3-2 でも全然平気ですね。なので、どこでどう選ぶかはこれもドラマーに任されることなので全然平気だし、例えばこう展開するにあたって最初ハイハットなしにします。で、結構今ヒールアップで強く振るなんですけど、これでも全然平気ですね。こう変化がつく、ハイハットが出るだけで変化がつくので、全部この書いてあるところのリズムパターンをやるよりかは、まあハイハットを減らしておくとか、例えばそしたらバスドラが加わるとかっていう風にした方が音楽が展開するので、1コラス目と2コラス目を変えてみたりとか、 A メロと B メロのところをここで雰囲気を変えてみたりとか、ライドにしてみたりとか、これスネアで書いた、リムショットでやってましたけど、スネアでこういう風にね、バズロールなんか使ってこのリズムを作っても全然構わないです。フィルインに関してですが、8ビートの人だとやっぱこうやっちゃうんですね。まあ実際エリス・レジーナのアルバムとかでこうやってやってるところもあったりするんですが、まあ雰囲気としてはちょっと合わないですね。もっとゆったりした感じのボサノバのスタイルなので、そうするとどうするかというと、左手でやってるようなパターンをやってたリムのパターンをタムに移動してあげるとフィルインになります。ボサノバでドラムソロっていうのは基本的にあまり回ってこないんですけど、ただやっぱり回ってくることもあるんですね。そうするとまあスルードをキープしているとメロディーをこうタムで歌ってるみたいな感じでするとうまくいくんですね。例えばドラムソロでやるんだったら、バリエーションを練習したいんだったら、僕のシンコペーションベーシック 1,2,3 っていうのがあると思うんですよ。リズム譜の読み方っていうやつを、
見ていただけるとダウンロードできるサイトに行くと思うので、そちらの方でそのやってるこのシンコペーションベーシックをそのまま鋭のパターン乗せて、間に装飾音符を入れたり細かい音符を入れるのは全然構わないんですが、これが漂ってるみたいな感じでメロディーを叩いていけば、ドラムソロなんかっていうのも対応できるかと思います。なので、ボサノバはこの辺、今回はフィルインを取り上げたりとか、あともう一回するののフィルを、もう一回整理したのとか、あとドラムソロに対応するところを作っておきましたので、この辺、PDF ダウンロードしてもらって練習していただければと思います。以上です。ありがとうございました。